平成バラエティ上12年ぶりの出演、驚きの近況報告。韓国出身のタレントユーソナさんは約12年ぶりに日本のバラエティ番組に出演し、現在はカナダで育児に専念していると語りました。番組出演は友人の勧めがあったそうです。みんなの反応。日本人は好きじゃない記事を覚えてる。日本で稼いだのに嫌いで引退って話。反日発言がひどかった。韓国からカナダに移住した感じ。韓国で日本批判あった。ユンソナ、日本語上手くなったね。カナダ移住の理由もあるし。子供の頃の写真と今が全然違うんだって。有名人が順番待ちで本名を書くわけないし、ユンソナがコンソメって呼ばれるのはネタだよね。仮名使うでしょう。48歳でも超美形ですね。ネットで日本嫌いと書かれてて残念です。 TVer で木村拓哉主演のグッドラック見て懐かしい。ユンソナさんも美しいね。片言に関西弁を混ぜるのが上手くて楽しく視聴したよ。日本批判してたよね。こたつ記事は TV 見ながら作るから雑な間違い多いよね。最高の一発おすすめ。チャテヒョンが天使みたいでスキャンダルないといいな。ユンソナさん、ドラえもんは日本のものだよ。 TS で韓国時代劇再放送中。ユンソナさんの演技がひどい。フガは失礼キャラで有名な感じがする。バラエティ女王じゃない。平成バラエティ女王って印象ないな。名前は覚えてるけど、名前見るまで思い出せなかったし、番組も記憶にない。韓国での復帰が難しくて移住した。好きじゃないんだ。日本を批判してたのになぜ呼んだの。ユンソナの名前見た。キャラ次第で嫌いな日本も OK。 デモニーズなし。旦那さんに問題あった。この人のパチンコ、変なドラムにこのやつ。みんなの反応としては、ユーソナさんの日本批判や過去の発言に対する批判が多いです。しかし少数意見としては、彼女の美しさや日本語の上達を評価する声もあります。当チャンネルの意見としては、ユーソナさんの久しぶりの日本でのテレビ出演は、彼女の過去の発言や行動に対する様々な意見がある中で、彼女自身の新たな生活や視点を知る良い機会であったと考えます。